時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあること。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
井戸底におるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。行くぞ。よく来てくれた。久しいな、狼を。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。
狼を傷を薬水のこれで傷を癒し。さてそなたの体そのあの世のはい、いや今は御意堀沿いに進んだ一心様より、まずはその橋下の抜け穴見つけたら、そうだな、足の羽笛で合図、ほら昔その音を頼りに。
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出てまずは、あるいはそなたはどう。御意の。御意か。は。いや、さあ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、その目さしずめ言えぬ。わしは仏よ、お前さんはお前さんで。何言う。ただ屍かど野良犬。どれほど俺。そ。じゃあ主の主はアシナの城だが、お前さん。この日の。そいつは石腕の狼、仏を掘るに忍び騎手。
そいつ任務を見任務任務を持ってさあすりゃ、うん、いきな巫女様わしも詳しい流院そう呼ばれる特の死の主はそれゆえ巫女様を付け狙われるお前さんのかお前さんもそうじゃがこの荒れ寺にはお寺を出て右手の広場にもそうした者が妙なこと気が合うかその優しい誠の人がおのれいいかそう言って